話を聞きたいんだが。私は女神とその信徒に仕える身、何なりとどうぞ。スバナが英雄杯について聞きに来た。よそ者でも参加できるのか、それとも内輪だけか。フラヤ様にとってはこの世によそ者などいません。女神への献身と命を懸ける覚悟があればどなたでもどうぞ。ここでのレースは大陸とは違います。ルールはただ一つ、最初にゴールした方の勝利。誰よりも早い者、あるいは全ての相手を落馬させた者が勝つこともあります。とにかく勝てば英雄か。参加料は？勇気だけ。自信が終わりなら蹄鉄をかけてください。勝者には賞品があるのか？栄光に包まれ、勇気の証は誇り高く輝くでしょう。もう少し何かその形があるものは？私どもにとっては最も価値のないものですね。ですがもちろん勝者には記念となるものが贈られます。剣であったり兜や盾であったり。驚いたな。物質的な価値も理解できるとは。たまに運動するのも良さそうだ。レースの会場はどこなんだ？最初の3レースはアードスケリックで行います。勝者はこのヒンダスファルに戻り、昨年の優勝騎手を交えて決勝レースを行います。その勝った男の名は？いいえ、女性です。スピカローグのアストリッド、通称毒蛇女。可愛い愛称だな。実際に可愛らしい方ですよ。それではあなたの行いが女神に祝福されますように。呪いを。何に行くだろう。なわけないだろ。あなたのこと、もう歌になって。噂で持ちきりだぞ、巨人殺しの件。いいところに来た。出場者が一人足りないんだが、参加するか？いいとも。馬を選べ。みんな、三人目が決まったぞ。ハゲ頭のシッジと、生草アイジャール、そしてリビアのゲラルトだ。馬がうずうずしてるな。準備はいいか？スタート！行け！走れ！もっと早く走れないのか？お集まりの皆さん、勝者はリビアのゲラルトだ。栄誉ある勝利だったな、ウィッチャー。素晴らしい商品もあるぞ。よそ者なのに英雄杯の勝利を目指してるそうだな。ここでも参加するか？まだ空きはあるぞ。ああ、参加してやる。おまけに優勝だ。
その口と同じくらい乗馬も強気なのかね。さあ皆さん、レースは間もなくスタート。女神の栄光に向かって走る騎手は疾風のオズバルド、孤独なスバン、そしてリビアのゲラルト。靴をお手で掴み、鞍に強く掴まれ。行けローチ。フラヤのご加護。あなたみたいな人近寄るなよそ者。疾風のオズバルドは誰にも抜けんぞ。近寄るなよそ者。疾風のオズバルドは誰にも抜けんぞ。言ってた通りになったな。栄光も商品もお前のものだ。スバナがお前を参加させたいらしいな。本当にそんな勇気があるのか。ああ、早く始めよう。さあ、皆さん、今日、モッドラン・フラヤの栄光を目指して走るのはリビアのゲラルト、アルブ・オーズマン、そしてレッドリッカ。あんたに女神様のご加護を、美しく死ぬためのな。行けリッカー、やってやれ。女みたいな乗り方勝たせはしないぞ、流れ者め。女みたいな乗り方ね。勝たせはしないぞ、流れ者め。勝者はウィッチャー、リビアのゲラルト。その走りには報奨が値する。さあ、今日の栄冠の記念にこれを。いや、まさかよそ者が参戦全勝とはな。英雄杯も残りあと1レース。相手は名手だ。ヒンダースファルに行ってみるんだな。正直に言えば1回も勝てないだろうと思っていたのですが、3回とも勝つなんて。大競馬にも出場できますが、さすがにいきなりは無理ですよね。俺はいつでも準備できてる。始めよう。気をつけて。これは名誉ですが危険でもあります。さあ、大競馬のスタートが迫ってきました。フラヤ様の栄光を目指して走るのはリビアのゲラルト、そして昨年の優勝者、毒蛇女アストリッド。さあ、かけて。風よりも女神の馬車よりも早く走るのです。行くぞ。どいて。邪魔したら殺すわよ。族長たち、
英雄杯が終了しました。リビアのゲラルトが毒蛇女アストリッドを見事に破ったのです。勝者はダークホースの白狼。見事なレースでした。女神もお喜びでしょう。賞品を獲得できてよかったですね。楽しかった。来年の今頃どこにいるかはわからんが、また参加したい。